あえて斉藤をマウンドへ。この回先頭バッターの2番ラム、空振りの三振。続くバッターは今日2安打のバークマン。簡単にレフトフライに打ち取り2アウト。そして4番のリーも2ストライクと追い込み、三球三振。斉藤が勝利への執念を見せますが、その裏も無得点に終わり、ドジャース3連敗です。